無人航空機 UAV は、敵情を解明するための敵情偵察、敵情監視に使用されるとともに、攻撃成果の確認に使用されている兵器で、攻撃兵器としても使われるようになったね。みんなも知っている通り、ロシアは2022年2月24日にウクライナ侵攻を開始していて、この戦争における UAV バイラクタル TB に最大の成果は、4月13から14日夜のロシアのミサイル巡洋艦モスクワ撃沈に協力したことだよな。ウクライナ当局者は、モスクワを撃沈した沿岸警備隊のネプチューンミサイルは、他の機器によって支援されたと発表しているね。また、ウクライナの新聞ラプーシャに掲載された負傷ロシア水兵の話では、衝撃は左側にあり、艦はウクライナのバイラクタル TB2 に気を取られていたことや、当初バイラクタル TB2 がレーダーを攻撃し、レーダーが戦線離脱した後、ネプチューンの攻撃を受けたことを話しているね。ターゲットの識別を実施し、その座標をネプチューンコンプレックスに送信したことも、バイラクタル TB2 の大きな成果と言えるだろうな。今回の戦いにおいて、高価不高価ドローン兵器が世界に知れ渡る結果となったよね。そうだね。さて今回は、そんなウクライナとロシアの有事における攻撃型ドローン戦闘について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月19日にウクライナ参謀本部が発表したロシア軍の2月24日から4月19日までの損失は、人員約2万800名、戦車802台、装甲戦闘車2063台、砲システム386ユニット、多連装ロケット132台、防空手段67ユニット、航空機169機、ヘリコプター150機、自動車1495台、艦艇ボート8隻、燃料及び潤滑油タンク76機、作戦戦術 UAV158 機、特殊装置27ユニット、戦術ロケット発射機4台、計5537台となっているよ。オリックス P4 コップは公開されている写真やビデオのデータから画像を収集し逐次更新して、2022年におけるロシアのウクライナ侵攻に際する機材損失に関する記録を発表しているみたいだな。2022年4月26日時点では、ロシアはウクライナ侵略で3200機の兵器を失っているんだって。そのうち、撃滅されたもの1695機、損傷を受けたもの55機。放棄したもの259機、露獲されたもの1189機となっているよ。撃滅されたもの1695機、損傷を受けたもの55機の合計は、1750機にも及ぶんだ。このうちバイラクタル TB2 によって撃滅、または損傷を受けたものは60機で、撃滅または損傷全体の 3% なんだ。ちなみに全損失の 2% がバイラクタル TB2 によるものなんだよね。ウクライナ参謀本部が発表したロシアの全損失、5537台の 2% を、バイラクタル TB2 によるものと仮定した場合、バイラクタル TB2 は110台を撃破したと推定できるよ。しかし、バイラクタル TB2 の成果が写真等で全て公開されているわけはないだろうし、以下の具体例からするとバイラクタル TB2 による成果はさらに多いものと推測されるんだ。戦車、装甲戦闘車は近接戦闘部隊であるから損耗も大きいんだろうけど、火砲は通常後方から射撃するものだよね。ウクライナ参謀本部発表のロシアの砲、多連装ロケット発射機の損耗が計518台であり、空中から発見され、ミサイルを撃ち込まれた可能性があるんだ。つまりドローンが火砲にとっては、重大な脅威となっているってことかな？ああ、ドローンが、戦い方を変えたと言っても過言ではないかもしれないな。2022年2月28日の報道では、バイラクタル TB2 は高射ミサイル発射機、武器及びミサイル運搬車両兼発射機 QA316 を撃破したとしているよ。ちなみに武器は当然対空レーダーを備えているんだけど、武器のレーダーはバイラクタル TB2 を見つけきれなかったのかな。またバイラクタル TB2 は自走式対空ミサイル砲システムパンティルを攻撃したんだって。2月28日バイラクタル TB2 は武器と燃料及び潤滑油積載の鉄道貨車を破壊したみたい。スームイ州軍民行政長官ドミトリー・ジビツキーが Facebook で語ったところでは、ウクライナ軍は3月1日夕方、スームイ州でバイラクタル TB2 の支援を受けて、複数の多連装ロケットランチャーグラドを含むロシアの約180台の車両を破壊したんだって。ローム2地区のプストビテフカ村の近くで約80台の停車車両を撃滅し、その半分は40連装122ミリロケット発射機 BM21 グラドだったらしくて、ビシキンの村の近くでは、主に戦車や装甲兵員輸送車を中心に約100台を撃滅したと述べているよ。バイラクタル TB2 は、セバストポリの北北西 250km のチョルノバイエフカ空港近くで、敵装備を繰り返し破壊したみたいで、大統領府のオレクシー・アレストビッチ長官顧問は、
飛行場への攻撃が9回成功したと話しているんだ。この攻撃はロシア軍撃滅の象徴となっているな。この空港はロシアにとってみればドニエプル川を渡って、ウクライナ西部を攻撃するための足がかりとして重要な位置にあるし、ロシア軍は破壊された直後に飛行場に新しい装備を搬入したみたいだぜ。2022年3月10日、ウクライナ軍は動いているロシアの装甲車を、バイラクタル TB2 で撃滅していて、そのビデオには、この UAV の弾が道路沿いのロシア軍車両に正確に当たったことを示しているよ。撃滅したのはおそらく BMD2 で、打撃で爆発しバラバラになって飛び散ったんだって。ウクライナ軍最高司令官バレリー・ガルジニが発表したところでは、2022年3月11日、キーフ州のマカリフ近くで、ウクライナの守備隊がバイラクタル TB2 を使用して敵式場撃滅したようだね。二つの重要目標を精密爆弾で撃滅したらしいよ。一つ目は敵の式場で、二番目の目標は同じ位置にある電子戦ステーションとなっているよ。電子戦ステーションは無人機に対し式場援護するためのもので、この時もバイラクタル TB には電子戦の影響を受けていないようだね。ちなみに、ウクライナは全面戦争前の2021年10月バイラクタル TB2 を初めて使用したぜ。ロシアの榴弾砲を破壊したのはこの UAV で、ロシアの陣地に深刻な損害を与えたようだな。現在ウクライナに配備されている TB2 ドローンの正確な数は不明なんだけど、これまでのところウクライナは、バイラクタル TB2 を使用しており、戦争の始め時点で軍隊が自由に使えるものは36機だったようだよ。また別の資料では戦争が始まった時、契約の下で受け取るはずだった5セットの、契約の下で受け取るはずだった5セットのバイラクタル TB2 のうち、2セットしか持っていなかったみたい。つまり、12のドローンと4つの操縦ステーションだけになるね。2018年11月の最初の契約ではバイラクタル TB2 12機と操縦ステーション3機が発注されていて、最初の納入セットは2019年3月にウクライナに到着し、ウクライナ海軍が受領したよ。その構成はバイラクタル TB2 6機、操縦ステーション3機、数百の MAML スマートマイクロマネーションミサイルと訓練などだったんだ。2021年、国防省の要請で1個コンプレックスが購入されたよ。ウクライナ海軍は2021年7月15日、いくつかの無人機と操縦ステーションからなる、戦術的及び技術的特性が向上した別のバイラクタル TB2 を受領したんだ。トルコの会社バイカルはウクライナ海軍にこのバイラクタル TB2 を、予定より大幅に前倒しして引き渡していて、さらに2021年9月、ウクライナ軍最高司令官バレリー・ザルジニ中将は、バイラクタル TB2 を4セット購入すると発表したよ。ディフェンスエクスプレスによると、2022年にウクライナ軍はさらに2セットまたは3セットの、バイラクタル TB2 を受け取る可能性があるとしているぜ。2022年3月4日と3月9日、ウクライナの AN-124UR80002 が、トルコのテキルダーチョルル空港を離陸し、ポーランドのウクライナ国境にあるジェシュフジャションカ空港に、バイラクタル TB2 の新しい納入セットを配送したよ。3月10日ウクライナのオレクシー・レズニコフ国防相は、正確な数は明らかにしないまま、キーフがさらに TB2 攻撃無人機を受け取ったと発表したんだけど、以前発表された計画を考慮すると、ウクライナは少なくともあと6機のドローンを受け取った可能性があるね。ウクライナ軍のためのバイラクタル TB2 のさらなる購入に関して、最高司令官は、モデルやメーカーを特定せずに、国産の UAV を受け取る意向を表明していて、これはトルコとウクライナがウクライナで新型の UAV を製造することを示しているよ。ウクライナのエンジンを搭載したバイラクタルは、第5世代戦闘機よりもパイロットを失うリスクもなく効率的になりますとの報道もあるよね。ポーランドはバイラクタル TB2 の在庫を持っており、ウクライナに移転される可能性もあるみたいだぜ。米国防総省は2022年4月6日、ロシアからの侵攻を受けているウクライナに対し、自爆型ドローンスイッチブレードを100機提供したことを明らかにしたんだって。ちなみにバイラクタルという名前は、トルコ語で機種だね。バイラクタル TB2 は、オペレーターの操縦でも、単独でも操縦可能で、偵察、監視、敵地攻撃などに利用できて、レーザー誘導式 MAM を搭載し、目標を撃破できるよ。バイラクタル TB2 はジュルクサット衛星を介し、双方向の通信によってリアルタイムの操縦が行えて、地上には移動式の操縦ステーションが設置され、バイラクタル TB2 と組み合わされ、全体が一つのシステムとして機能していて、砲兵の遮断観測にも使用できるんだ。バイラクタル TB2 は、基地の多くのドローンよりも高度なソフトウェアと制御システムを備えていて、複数のカメラと監視システムが搭載されており、効果的な偵察が可能となっているよ。当然対戦車ミサイル及び航空爆弾を搭載することができて、
初弦は、長さ 6.5 メートル、高さ 2.2 メートル、翼長12メートル、最大離陸重量650キログラム、搭載量55キログラム、最高速度222キロ、指揮所からの通信半径150キロメートル。アップグレードバージョンでは300キロメートル以内、上昇限度8200メートル。航続時間27時間、燃料300リットルガソリン、操作員地上操縦ステーション員3名なんだって。一機のバイラクタル TB には、2発の誘導対戦車ミサイル UMTAS レーザー誘導で射距離 0.5 から8キロメートル。またはトルコの国営企業であるロケット3の4発の精密爆弾の、MAMC、母属または MAML を運ぶことができるよ。バイラクタル TB2 には蒸気初弦だけではなく、もう一つの重要な強みがあるんだよな。そうそう。バイラクタル TB2 はレーダー反射面積が小さいためロシアのレーダーには見えないだけでなく、長年の訓練のおかげで意図的にそれらをバイパスするんだ。バイラクタル TB2 に脅威となる敵レーダーの位置が特定できれば、その地域の優れたデジタル地図を持っているため、レーダーでバイラクタル TB2 を見える場所と見えない場所を予測できるんだけど、地形によって、レーダーカバレッジエリアは綺麗な円ではないんだよね。地形や潜在的な障害物に応じて、カバレッジエリアは変わるし、つまり、バイラクタル TB2 には、レーダーの隙間を通って標的に飛ぶってわけ。このシステムの最も重要な部分は、統合された防空手段をバイパスするドローンの飛行経路を設定するための、デジタルマッピングミッションプランニングソフトウェアだな。トルコの無人航空機は、リビア、シリア、アルメニアで、ロシアの防空に対抗して、5年間運用されているぜ。そのような任務を計画するためのこの組み上げられたソフトウェアはすべて、今やバイラクタル TB2 と共にウクライナに送られているよ。アメリカの軍事専門家によれば、トルコが作戦中に学ぶデジタル教訓は、正確で、安価に、そして無制限の量でコピーすることができます。学んだ教訓は絶え間なく更新され、ほぼ完璧なデジタル複製こそが、ハイテク無人機戦争の本当の脅威です。まさにウクライナ軍が今、ロシア軍で実証していることです。と彼は付け加えているよ。そうそう、もう一つ大事なことがあって、それは衛星通信によるデータリンクだね。ロシア軍は80年代から電子戦を戦闘支援ではなく戦闘に位置づけて強化していて、戦場の通信環境は不安定で、ウクライナ軍は、偵察部隊がドローンで集めた情報を、攻撃部隊と素早く共有し、戦果を上げているとされているよ。それを可能にしているのが、アメリカのスペース X 社の、衛星インターネットサービススターリンクなんだ。高度550キロの低軌道にある2000機以上の衛星が地球を回り通信を維持していて、この衛星は攻撃することが容易ではなく、ロシア軍も手が出せないってのが現状だぜ。デジタル転換大臣ミハイロフ・ヨードロフ氏が、ウクライナに、スターリンクを提供してくださいとツイッターに投稿し、スペース X 社のイーロン・マスク氏がすぐさまこれに応じ、わずか10時間後には、ウクライナは強固なインターネット環境を使えるようになったみたい。ロシア軍は衛星への電波妨害がうまくいっていないってことがスターリンクの強さかもしれないね。余談だが、ロシア国防省は開戦4日間で9機のバイラクタル TB2 を撃墜したと発表したぜ。3月13日9時32分、ハリコフ州のベセリエ地区で高射ミサイルトルノ、ロシア軍第6軍の防空部隊は、高度3200メートルで偵察に出されたウクライナの UAV を撃墜していて、ロシアの防空部隊は、ウクライナのバイラクタル TB2 を撃破したと指導部に報告したんだって。ロシアは UAV 消失の原因調査の結果、自分の防空システムによって撃墜したと証明されたんだけど、軍司令部はこの情報を隠すことにしたらしいね。またウクライナではバイラクタル TB2 の歌もできていて、巡洋艦モスクワを撃沈したウクライナの沿岸警備隊員は切手になったんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。